2023年、12月20日、広島瀬戸内新聞ニュース号外でございます。まあね、あの、岸田総理、ね、月6000円の給料アップではね、この危機はね、打開できませんよ、ということでね、お話をしたいと思います。このね、やっぱり、訪問介護、過去最高のね、倒産件数ということですけれどもね。まあ本当ね、物価がね、暴騰してね、他の業界がね、それなりにね、給料が上がっているという。だから、介護との差がまた広がっちゃってるんですよね。2022年にね、一度ね、岸田さんが上げてくれたんだけど、2023年ね、何にもね、手を打たんかった。で、それによってね、じゃあ、今年またね、物価が暴騰して、で、他の、業界もね、それなりに給料上がる中に、またね、差が開いちゃって、また人材が流出する。特に訪問介護ね、非常にね、しんどいところです。だからもう、そういう中で、60代どこか、70代、80代がね、中心っていうね、ありさまですよね。下手すると。まあ、私はね、まあ、施設で今ね、仕事している施設でもね、まあ、60代、中心。下手すると78歳ぐらいが一番、職員の数としては多いみたいな状況があるんですけれどもね。訪問介護もっと上になって80代とかね、そういうケースも出てくる。だから、そういう中で訪問介護事業所がね、倒産と。まあ、売上の不振っていうけどね、そもそも人がいないから売上用がないというところですよね。だけど、まあ、訪問介護だけやってるわけじゃなくてね、他の施設とかね、デイサービスとかね、いろんな、ね、ところね、やってるのが、それなりに大きいね、社会福祉法人とかね、企業ですから。そういうところになると、ね、今度ね、訪問介護はね、もうね、休止してね、他のね、ところだけやるというところも出てくる。まあ、でもそうなっちゃうと、まあ、とにかくね、ご自宅でね、まあ、いわゆるビジネスケアラー、あるいはヤングケアラー、こういった皆さんがね、本当に負担激増になってしまうという状況がね、出てきます。まあ、倒産までね、行かなくてもね、同じ事業者がね、訪問介護だけ撤収と、いうこともあるわけです。そうなっちゃうわけですよね。とにかくね、岸田さんね、賃金の引き上げで、ね、経済の底上げというね、ご自身の公約で守ってほしいですよ。ね、ちゃんと。それちゃんとしないからね、そこまず徹底してやらないでね、結局、可処分所得を増やすということをね、徹底してにやらないからね。まあ、少子化対策って言うけどね。もうすでに子供が育っちゃった人とかね。そういう人にとってはね、あるいはね、まあ、就職氷河期でね、持ちようにも持てなかった人。まあ、そういった人たちにね、関係ねえって話にもなってね、余計に反発を買ってね、あるいはね、所得制限もつけるからね、収入が高い人からも反発食らってね、結局支持率下がっちゃうわけですよ。まずね、ここのね、まあ、可処分所得をね、引き上げると、国民のね。そこで経済を底上げするという。そのためにもね、一番低すぎるね、やっぱりね、介護。ここをね、引き上げていくと、いうことをしていくと、いうことをぜひね、してもらわないとね、いけんと思うしね。やっぱりやっぱりね、今のね、日本はね、やっぱり可処分所得不足なわけだから、そこを上げていくということをね、していかないと、ね。余計どんどんね、バラバラになっていっちゃうというところですよね。まあ、本当ね、特に訪問介護はひどい状況です。今ね、国家賠償訴訟をね、これをね、提起されている方もね、いらっしゃいます。訪問介護のね、ホームヘルパー、国会賠償訴訟、それを原告だね、控訴審がね、2024年2月2日、高裁で判決があります。ね、ホームヘルパーの待遇を上げて、日本の介護を守ろうということをね、証言しておりますので、引き続き、ご協力をね、お願い申し上げます。まあね、本当ね、やばいですよ、このままではね。
真剣にね、岸田さんにね、なってもらってね、尻に火がついてもらわないとね、これはいけませんよ。どういうことになりますよ。ということでね、ということです。まあね、自治体ね、あるいはね、そういったところからもね、声をしっかり上げていくと。県民のね、やっぱり、暮らしはこのままじゃ守れないということでね、宇崎知事なんかからもね、あるいは広島県議会からもね、しっかりね、国の方にね、意見をね、上げてもらうということも大事だと思いますけどね、シャキッとね、していただきたいというふうに思います。まあ本当ね、なんかね、大病院にね、1300、1400億円ね、かけるぐらいだったらね、ちょっとでもね、こういうところにね、お金をね、回していくということもね、県としてできるんじゃないのと、ですね、いうこともね、あれですよね。まあね、介護報酬に 1. 何%引き上げとか、方向ということでありますけれどもね、それだけじゃね、結局足りませんのでね、全然ね、ぜひね、やっぱり介護報酬本体とは別に給料ね、底上げをしていくと、大幅に底上げしていくということをね、岸田総理にね、お願い申し上げまして、本日のね、お話をね、まあ一、ね、広島一区の有権者としてね、お願いを申し上げまして、私のね、お話を終わらせていただきます。最後までご協力、ご清聴ありがとうございました。それではね、今日はね、広島二区のね、行ってまいりますんでね、仕事ね、失礼いたします。